こんにちはフィフィですえミャンマーが大変なことになっています4月9日にはミャンマー軍が民主化を求めるデモ参加者を次々と銃撃などをして80人以上が亡くなっていますえ先月の下旬にはミャンマー全土で100人以上の市民が殺害され人権団体の発表によると 4月10日の時点で701人もの市民が軍による弾圧で亡くなっているということですクーデターによって軍が政権を掌握した形の今のミャンマーですがそもそもクーデターは国際社会が容認してはいけないものなんですまた国を守るべき軍が同じ国民に容赦なく銃口を向けることも許されません どんな理由があっても軍による市民への弾圧には反対の声を上げなければいけませんえ今日はミャンマーで今何が起きているのかその現状とまたその背景をわかりやすく解説していきたいと思いますまず事の発端はミャンマーの与党のトップであるアウン・サン・スー・チー氏とその補佐官が 2月1日の早朝に軍によって突然襲撃を受けて拘束されたことでした。これいわゆるクーデターなわけですがなぜこのタイミングでミャンマーでクーデターが起きたのかまずはミャンマーの歴史を軽く説明しておきますイギリスの植民地だったミャンマーが独立したのは1948年この時はビルマだったんですね。で ビルマがミャンマーになったのが年ですその独立を主導したのがアアンンンンササスーチ氏の父親アウンサン将軍だったんですねしかしこの時民主化を掲げて独立後のミャンマーのトップに立ったアウンサン将軍はそれに反発したミャンマー軍のクーデターにあって政権を奪われてしまいます。 この時なぜミャンマー軍が反発してクーデターを起こしたのかイギリスからミャンマーが独立できたのは軍が世界大戦で国のために戦ったからだとその手柄をアウンサン将軍が横取りして民主化させて軍の力を小さくさせようと動いていくことが許せなかったわけですねただここで クーデターが起きて、ミャンマー軍が政権を握ると、今度は、ミャンマーの若者たちが立ち上がって、学生らによる民主化運動が起きます。えこの時、その民主化運動の先頭にいたのが、アウンサン・スーチー氏なんですね。 娘なんですあのこののアウン,サン将軍のえつまり軍対スー・チー氏という構図は今に始まったわけではなくてもうずっと前からこの軍とスー・チー氏が争っていたわけですねでこの後もずっとミャンマーでは民主化を求める声が高まっていくわけですでそんな中で1990年の選挙でアウン・サン・スー・チー氏が選挙に圧勝するわけですね しかしこれもミャンマー軍によって潰されてしまいますミャンマー軍はスーチー氏ら民主化の活動家を弾圧しますそしてここから15年間これは有名な話ですがアウンサン・スーチー氏は15年間もの間自宅で軟禁されるわけですでこの状態からアウンサン・スーチー氏の解放を働きかけたのが西側諸国なんですね アメリカなどの西側諸国はミャンマー軍に対して経済制裁などの圧力をかけていきます。そしてついにミャンマー軍は2010年に20年ぶりに再び選挙をするわけですね。これに耐えかねて経済制裁に。しかしこの時の選挙は公正な状況下で選挙が行われなかったんです。 民主派陣営を排除した不正選挙だったために軍が圧勝してしまうわけです。しかしなんとここで当選したミャンマー軍の幹部は驚いたことに民主化を進め始めたわけですね。だから国民はこれをね、一旦受け入れるわけです。 だからミャンマーは軍政であってもしばらくは西側の国々と関係も改善して国をうまく運営していったわけですねしかもこの時は軍の汚職を追求するなど国を変えていくために軍も努力していましたでこの頃は国も安定してきたので軍はアウン・サン・スー・チー氏の自宅軟禁を解くんですね しかし2015年に行われた選挙でまた再びアウン・サン・スー・チー氏が当選してしまって彼女がミャンマーのトップになってしまうただこれまでしばらくミャンマーは軍政をやってきたので、まあ、トップがねアウン・サン・スー・チー氏になったところで、まあ、例えば議席の4分の1は軍関係者がいるといったこういったねルールがずっと残っているわけです とにかく軍の存在が邪魔になったわけですねえ。こうした軍関係者の議席を4分の1は確保しなければいけないといったルールをなくすためにえ、スーチー氏は2020年の11月の選挙、これで国民に呼びかけるわけですね。で、この時も多くの議席を勝ち取るわけです。この選挙ではまたスーチー氏が圧勝。ほとんどの議席をスーチー派が取ってしまったんですね。 えこれでやっと民主化が実現するとミャンマー国民も期待していたんですけれどもえ、ここで今度はミャンマー軍がこの選挙は不正だったと訴えたわけです。で、ここで軍が暴走したのが、まあ、冒頭で言った今年の2月1日の早朝ということ。その日に軍はスーチーシラを拘束したわけです。 この2月1日はミャンマーの新政権官僚が集まる日だったんですね。で、スーチー氏ら民主派が軍の力をどうしていくか、また新しい憲法を作るために話し合おうとしていたわけですね。まあこうして説明してきたように、ミャンマー国民はこれまでずっと と民主化をしようと立ち上がっては、まあそれが軍によって潰されて。多くの人々の血が流れたわけですね。しかも、あの軍隊数値というこの構図の中で、こういったことがずっと行われてきたわけです。で、今も軍による弾圧の中で、人々はその残虐な取り締まりの様子を。s. N. S. を通じて、世界中に発信しています。 国際社会からミャンマー軍に対しては強い非難も浴びせられて、まあ、そのためにミャンマー軍はインターネットを遮断するなどの規制も行っているんです。ただ軍からすれば暴徒化した市民を抑えるため、まあ、治安維持のための手段だとこう言い訳するわけですよね。だから軍は手当たり次第人々を拘束しているわけです。 軍に対しては今も過激になった人々やまた武装勢力が立ち上がって抵抗を続けているんですがこれは軍による弾圧の口実を与えてしまうだけで良い方法ではないわけですよね。ということで重要になってくるのが国際社会の対応なんです。 え軍に対して暴力の停止とまた人々への弾圧をやめるよう働きかけて民主的な国の体制を復活させるよう促さなければいけないんですえただこれをなぜ軍が受け入れないのか、まあ、ここがポイントなんですけれどもそれは軍が中国からサポートを期待しているからなんですね 中国は本音ではね、この位置的に、まあ、戦略的に重要なポジションにあるミャンマーの軍政をサポートしていきたい。ただ、今、中国はあまり出すぎたことも言えないんですね。もちろん、裏では西側と対抗するためにミャンマー軍をサポートしていますが、これを今、露骨に出しすぎると、国際社会から非難もされて、ますます中国は孤立してしまうんです。 ただここで中国が各国と足並みを揃えない限りミャンマー軍は変わらないんですね。そうなるとこのままミャンマーは混乱が収まらなくなってしまう。西側は少しでもミャンマー軍に圧力をかけるためにできる限りの経済制裁をしていくことを発表しました。で日本もこれに同調する形で 例えば、あの日本は2019年だけでも2000億円近い ODA をあのミャンマーに出しているんですけれども、まあ、新規の ODA を当面見送る方針であることを発表しました。えミャンマーは日本の最大の ODA 支援国なんですね。今後は日本によるさらなる経済制裁も求められてくるでしょう。経済制裁の強化の声はミャンマー市民からも上がっています。 日本と西側諸国は今後どう対応していくのでしょうかさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします